早春の阪神に最強を自負する馬娘が集う春の中長距離三冠第1弾大阪杯。一番人気はもちろんこの子ジンボリルドルフ、続く2番人気は東海帝王、注目の皐月賞馬娘マルゼンスキー、2枠4番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキー、ダイワスカーレット、スーパークリーク、期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。マルゼンスキー落ち着かない様子、冷静さを取り戻せるといいのですが。マルゼンスキー早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは東海帝王、さらにスーパークリーク、内の方からジンボリルドルフ、差がなく5番メジロマックイーン続いている。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。順位を振り返っていきます。先頭マルゼンスキー、レースは淀みなく進んでいます。続きました東海帝王、それを見るようにスーパークリーク、差がなくジンボリルドルフ、その後メジロマックイーン、ダイワスカーレット、並びかけてきた。少し離れて5番、さらに外13番、内をついて10番、少し離れて6番、外目をついて待ちかね服来た。後ろナイスネイチャー、そしてその内から行ったのは3番、後ろ1番、後方2番手に15番、16番、最後方からという体勢であります。エンジンの違い見せてあげるわ。これが私のフルスロットルよ。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。じゃあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあこれから差が、二側の舞台はこれから差がある。マルゼンスキー先頭はマルゼンスキー、これは強い。追い上げてくる子はまだ2馬身の後ろ、残り200。シンボリルドルフ追いすがるマルゼンスキー、リードは2馬身。2番手争いはシンボリルドルフ、東海帝王マルゼンスキー、今ゴールイン。マルゼンスキー春の中距離最強馬娘の称号見事に獲得しました。2着シンボリルドルフ、3着東海帝王。